どうも、ナメコです。リゾートホテルでバカンス中のウプ主。ダイビングを楽しんだ後は昼食だぜ。それでは、ゆっくりしていってね。ウプ主はただいま、モルディブのリゾートホテル、タージコーラルリーフに来ています。前回ボートダイビングを楽しみ、これからレストランで昼ご飯食べるぜ。今回宿泊しているタージコーラルリーフでは、昼食会場は3カ所。朝ご飯を食べた、アジアン料理を提供しているオールデイダイニング、ボックラ。昨日海鮮バーベキューを食べた、スペイン料理のオープングリル。そしてピザ窯で焼いた本格的なピザがいただける、ピッツァリア。ならまだ行ったことのない、ピザにしようぜ。ウプ主ピザ好きだろ。好きっちゃ好きなのですが、ウプ主は宅配ピザが好きなのです。あの段ボール箱に入っているからこそのピザなのです。ってことで今回は、スペイン料理のオープングリルにやってきました。正面には青い海が広がり、最高のロケーションだぜ。ボックラは屋内か、見えても砂浜が大半を占めるので、海の景色を楽しむには、こちらがいいですね。ドリンクは涼しげでうまそうだな。何を頼んだのか記憶にもメモにもなく謎ですが、爽やかで涼しげで、夏らしい色してますね。パッと見サイダー系に見えるぜ。こちらがオープングリルのメニュー。オールインクルーシブなのでもちろん食べ放題飲み放題。前菜を3つ選んだり、メインだけ5つ選んだり、デザートをメニューすべて、なんてこともできちゃいます。食の欲望万が一だぜ。なおメニューにピザが何種類かあるので、ピッツァリアはここでいただけるようです。今回は無難に、前菜とメイン、デザートをオーダーしました。まず前菜に頼んだのが、南アメリカ風ロメインレタス。コーンサラダ、グリルペッパー、クリスピートルティーヤ、アボカドクリーム、シトラスオイルだそうな。よくわかんないけど、おしゃれに盛られているぜ、うまそうだぜ。この後ステーキを食べるので、体のことを考えて野菜系で攻めました。お味の方は、シトラスオイルが野菜の味をいい感じにまとめ上げ、なんかいい感じです。覚えてないんだな。なおこちらでも食事してると、こんな感じで鳥がやってきます。ウプ主のご飯を狙っているぜ。そしてメインのお出まし、グリルステーキサラダ。です。肉肉肉ステーキの後ろには、オニオンリングとシーザーサラダも盛られており、さっきの前菜も合わせ、実にヘルシーな食事ですね。シーザーサラダって、ドレッシングがカロリー高そうだけどな。なお肉の焼き加減は聞かれることもなく、見事なまでのウェルダン。がっつりと焼かれ若干硬かったですが、肉肉しい味付けで美味しかったです。最後にデザート、クランチーチョーキー。チョコアイス、コーヒーアイス、チョコレートソース、チョコチップクッキーが盛られています。見ただけでわかる、甘うまなやつだぜ。以上で食事は終了。参考まで金額換算すると、前菜のロメインレタス、29ドル、メインのステーキ、37ドル、デザート、27ドル、ドリンク、15ドル。合計108ドル、サービス料税金入れて、1万4000円ほどでしょうか。相変わらずいいお値段するぜ。でもせっかくのオールインクルーシブなんだから、もう一品くらい食べてもいいんじゃないか？確かにそうなんですが、予想外に大ボリュームなのが出てくることがあるので、控えめになっちゃうんですよ。食べ放題のビュッフェレストランでも、過度なお残しは罰金罰金ガムなところ多いじゃないですか。英語が達者なら、スタッフとコミュニケーション取れてわかるのにな。
さてさて画面のうぷ主は、お腹もいっぱいになったので、ダイビングで疲れたし、部屋に戻ってお昼寝してきます。最高に贅沢な時間の使い方だぜ。あ、あと耳抜きで耳を痛めたのか、耳と頭が痛いのです。オーマイガー。さてさてここで、モルディブ解説の続きです。前回は19話の後半で、モルディブの位置、広さ、国名の由来、首都となるマーレの解説を行いました。今回はその続きです。まず、モルディブの国旗について。こんな感じで赤と緑、三日月から構成されています。赤は国民の勇気を示し、最後の一滴まで、その地を国家に捧げることを意味し、緑は命の源とされる、ヤシの木を表し、中央にはイスラム教の象徴である、三日月が描かれています。へいへいへい。国旗って面白いよな、その国の歴史とか風土を読み取れるぜ。で、ふと思ったんだけど、日本の国旗は何を意味してるんだ？モルディブ関連から思いっきり脱線しますが、ウプ主自身がめっちゃ気になったので調べてみました。言わずもがな、こちらが日本の国旗ですね。赤い丸はお日様を表してるんだろ？それくらいわかるぜ。ですね、なお赤は博愛と活力、白は神聖と純潔を意味するそうな。また正確には赤、ではなく、紅色、紅色、なんだそうな。へいへいへい。農耕民族であった古代日本人にとって、太陽は最も重要な存在で、信仰の対象でした。聖徳太子が隋の妖帝に対し、日の出ずるところの天使、で始まる国書を送ったり、飛鳥時代末期に国号を、日の本、と命名し、日が昇ることを重視していたことがわかります。ただ昔から白地に赤だったのではなく、平安時代までは左の、赤字に黄色の配色だったそうな。なんと、めっちゃ違和感があるぜ。現在の白字に赤丸となった理由ははっきりはしていませんが、一説にはかの有名な、源平の戦いが関係しているとされています。源氏と平家が日本全国で戦ったやつだな。平家が朝廷の象徴である、左の錦の御旗を掲げ、対する源氏は、右の白地に赤丸の旗を掲げて戦いました。結果は皆さんご存知、源氏が勝利し、白地に赤丸が天下統一を成し遂げた者の証として、代々受け継がれていったそうな。ってことはもし平家が勝っていたら、赤地に黄色の日の丸になっていたのか。なお明治時代にはオランダやフランス、イギリスから、日の丸デザインがあまりにも美しく洗練されていることから、500万円で権利を正式に売ってほしいと依頼されたこともあるそうな。なん？だと。国旗を売るっていうのは、国そのものを売るに等しいぜ。当時の明治政府は金策に苦労していましたが、当然断ったそうな。それは良かったぜ。なお正式に国旗と制定されたのは、1999年の国旗及び国家に関する法律が公布されてからだそうな。ついに十数年前じゃねえか。それまでは日の丸の細かい決まりがなかったため、紅白の比率やデザイン、位置などは適当でした。なんだかなあだぜ。現在では縦横の比率は2対3。旗の中心を円の中心とし、縦の長さの5分の3を円の直径とすると定められています。ってことでモルディブ解説のはずが日本の国旗解説となっちゃいましたが、他国の由来を知る前にまずは自国からってことで解説しました。37年この国に住んでるけど知らないことばかりだったぜ。ってことで今回はここまで。モルディブ解説はまた次の機会に。また今後解説する内容としては、そもそも今いる北マーレ環礁は何なのか、そもそも環礁って何なのか、
満足いくモルディブホテルの選び方、などなどを予定しています。それではご視聴。ありがとうございました。